ルーシーはカリフォルニアのスタートアップに勤務しています。職場では外国為替、略して FX 業務を担当しています。この10年間はテクノロジーの実質的な進化と e コマースソリューションの浸透を背景に、多くの金融市場同様に FX 市場は大きな転換を遂げてきました。取引プロセスに人間が関わることは変わりませんが、今では FX 市場の運用分野でコンピューターの役割がますます重要になっています。この状況は極めて大きなポイントです。ルーシーにとって効果的な FX 執行は重要な課題です。取り組み方は数通りありますが、手がかりはどこからどのように取引すべきかを把握することです。 FX 市場は1日の取引高が5兆米ドルを超える世界最大の金融市場です。当然ながら参加者も膨大な数に上ります。FX リクイディティプロバイダーと呼ばれる何百もの FX 提供者と、それを大幅に上回る数の企業、各種機関、個人が FX 市場を活用しています。ルーシーは多くの FX 提供者の中から適切な取引相手を選び、取引手法を決めなければなりません。選別手段としては FX 提供者と取引を行い、それぞれが提供する商品、ソリューション、サービスが彼女のニーズに合致するかを見極めることです。手始めに3社の提供者と取引を行い、取引を始めた後に設定した手法を評価することにしました。選んだ取引相手とそれぞれとの取引手法は彼女の FX 執行戦略で中心的な役割を担うことになります。よく使われる取引手法の一つは、相手に電話をかけて営業担当者に価格を聞くことです。電話を使うコンタクトは互いの関係を強化することに加えて、大口取引の執行に効果的な方法です。ルーシーの執行ニーズに合致するサービスが期待できます。一方で1回の電話でコンタクトできる相手は1社なので、小口取引や高い頻度の取引は限定され、多大な時間を要します。対応策として金融機関はシングルディーラープラットフォームと呼ばれる独自の電子取引ソリューションを構築しました。この手法は顧客にとり、同じタイミングで複数の金融機関にコンタクトでき、直接取引関係も維持できるメリットがあります。こうした流れの中で、透明性の向上を願う顧客は、自分たちは常にベストレートを提供されているエビデンスを求めるようになりました。これがアグリゲーターの生まれた理由です。金融機関は高度なテクノロジーを活用して第三者に即価格情報を送信します。アグリゲーターは刻々と送られる売りと買いの価格情報を集約し、顧客に提供します。アグリゲーターのサービスを使い、ルーシーは一つの画面で各金融機関の提示価格を確認し、その時点でのベストレートで取引できるようになりました。彼女はアグリゲーターに関する可変要素を踏まえて執行戦略を遂行することになります。可変要素とは、 LP の数、各社の異なるリスク管理形態およびこれらの組み合わせです。こうした要素の組み合わせが彼女に提示される価格とサービスに作用します。ルーシーはトレードオフはあるものの、アグリゲーターの参加者が多くなるほどスプレッド、提示されているビッドとオファーの価格差は狭くなると予想しました。この予想を踏まえて取引する提供者数を3社から20社に増やしました。この結果、選べる提示価格数が増えたため、ビッド、オファーのスプレッドが狭くなり、彼女は予想が正しかったと思いました。しかし状況が変わってきました。画面で提示される価格で取引できないことが多くなり、スプレッドも悪化してきたのです。彼女はアグリゲーターを最大限に活用するためには、ベスト価格の提示者以外の要素も検討すべきだったと実感したのです。